して決勝には出ませんでした。そういう意味からもこのシドニーでは点や順位よりも国のため、応援してくれるファンのため、友人のために演じたいという話をしています。曲はアダージュ。大変ボールの丸さ、そして女性らしい丸さ、そうした2つを兼ね備えた演技ですね。こういったところリトルチェンコ選手の特徴ですね。無駄がありません。回転しながらキャッチです。最後のこのコース、